男性に好意を抱いた女性の思わずしちゃう照れた言動、急戦、職場編。職場編。会社内の可愛いいあの女性の言動って脈あり と職場恋愛が気になる男性多いと思いますけども、うん、今回は社内恋愛において女性が好きな男性に送る脈ありサインを女性心理とともに解説します社内恋愛に関するトークということですねい,いいじゃないですか同僚とかね先輩とか後輩の好きなサインに気がついて素敵なオフィスラブをしていきましょうとオフィスラブワクワクするよねまず職場で気になる男性が現れた時に女性はどんなことを考えるのかドキドキして仕事に集中できなくなるとい いった心理だけではなくてですね。職場特有の複雑な心理も存在します。同じ職場ならではのことが起こるとはい、それを理解しておくことで、アプローチの際に有利になりますので、えじゃあ理解しておきましょう。是非お願いします。職場恋愛をする上で理解しておかなければならないことを3つあります。3つ1つ目周りに知られたくない。うん。女性には自分が好きな人を他の人に知られることが恥ずかしいという心理があります。特に内向的で自信がない。女性ほど周囲に自分の。 がバレるることを恐れるんですす、うん、気持ちは分かりますね、うん、うまくいかなった場合とかね好意がばれた場合を考えてしまって、うん、余計に周囲の目を気にしてしまうんですよ、うん、でまたあの噂好きな女性が近くにいると<ー>自分の恋愛が噂になることを恐れて好意を隠すこともあります女性が好きな人がいても職場などでは好意を表すことが難しいということを理解しておきましょう、まあ、基本的には周りには知られたくないものだとそういうこと2、はい、二つ目ガツガツしていると思われたくない、うん、最近ではニックシ 職系女子も増えてきましたけども、うん、まあそれでも多くの女性は恋愛に積極的なイメージを持たれたくありません。女性は男性からアプローチされてお付き合いするのがいい。 という考え方がまだまだ一般的なんですね。そ,すねそのため、積極的な女性は、周囲から冷たい目で見られることもあります。うん、ま特に職場では、積極的な態度を取ると、周囲の女性から嫌われやすいため、まあ、周りに合わせて控えめに振る舞う傾向があると。特に職場ではと。うん、基本的に、恋愛では多くの女性は受け身であることを覚えておきましょう。男性は自分から行くことを基本のベースにしときましょうということ。<事>はい。三つ目、仕事に影響するのがいや、真面目な女性の場合、仕事に悪影響 を及ぼしたくないといとうシーンもあります真面目だもし好きな人に気持ちがバレるとお互い気まずくなって仕事がうまく進まなくなるかもしれませんよねそのため職場では仕事への影響を気にして女性が好意を隠すことがあることを知っておきましょう、うん、ちなみに好意を隠すことが進むと好き避けという状態になることもあります好き酒、うん、まあ女性の方が真面目な人って多いしねそうなんですじ、うん、ここまで職場恋愛をする上で心得ておいてほしい女性心理を3つご紹介させていただきましたが次ですね、うん、見逃したらも もったいない、うん、職場女性の惚れてるサインというものをご紹介させていただきます。今日の本題ここから9選ということですね。見逃したらもったいない職場女性の惚れてるサイン。うん、そうです。一、うん、個目時間を合わせてくることが多い。時間ね。もし女性と出社や退社の時間が頻繁に合っている場合、うん、その女性は意識的に合わせてるかもしれません。うん、確かにあの通勤中とかね勤務中なら他の人の目を気にせずたくさん話すことができますからね。そうですよはい。またあの休憩時間もよく合う女。 性は好意、うん、のある男性との会話の機会をる狙ってるかもしれませんのでここもポイントですね2個目個人的な悩みを相談してくるお悩み相談個人的な悩み個人的な問題を男性に相談し頼ってくる場合好意がある可能性が 高いです。女性が悩みを打ち明けてくることは男性に頼りたいというメッセージなんですね。うん、女性の話を真剣に聞いて女性の悩みに共感してあげることが大切になってきます。まあそんなの当たり前にやるよね。三、うん、つ目、プライベートについて聞いてくる。プライベート、仕事以外の部分。女性は気になる男性のプライベートについて知りたいと思うのは当然です。うん、特に価値観とか恋愛観に関して聞かれたら、それは高い確率で興味を持っている際になります。価値観や恋愛観。うん、はい 5個目。お弁当のお裾分けをしてくれる。お弁当。もし相手がおかずたくさん作ってきちゃったと言ってお裾分けしてくれた場合、かなり好意的なサインです。うん、相手は自分が料理ができることをアピールしているわけですね。そういう意味もあるのか。もし相手が普段あまり料理しないタイプなら、それは男性のために頑張った証拠になりますんで、相手の給付ためには胃袋を掴んでおきたいって思うのが女心ですね。胃袋を掴んでおきたい。5個目、飲み会の時必ず隣に座る。飲み会の席は超重要。 社内では忙しくてなかなか声をかけることができないけれど、うん、会社の飲み会ならばすぐに親しくなれます片思い中の女性はこの機会を逃しません。うん 隣に座っててお皿や飲み物ををを手渡ししししたたたたり聞くばりりくアピールしたり仕事以外の話をたくさんしてきたりします一、ねうん、回だけなら偶然かもしれませんが、毎回飲み会の席で隣に座るならかなり興味を持っている証拠です。これ毎回だと自信が確信に変わる瞬間ですよね。6個目残業を手伝ってくれるこれは嬉しいかもしれないね。定時までに仕事を終えることができず、残業をすることがありますよね。うん、その時に何度も手伝おうかと手を差し伸べてくれる女性がいます。うん、これは月の最近。 女性は好意を寄せる男性とまだ一緒にいたい手助けをしたいという気持ちがあります、うん、一途な女性のひたむきな脈ありサインですあ優しいね7個目 変化に気づいてくれる。脱皮したみたいな。女性は自分が好きな人にに対ししてて細かいい変化に気づいてしまうものです。うん、例えばネクタイ、スーツ、髪型などの些細な変化にも敏感で、それを褒めてくれるなら、うん、女性は男性に恋を入れているかもしれません。うん、女性が素敵ですね、似合っていますと言ってくれたら、うん、社内恋愛に発展する可能性があるサインです。鼻毛伸びましたみたいな。8個目、休日に LINE やメールを送ってくる。 お休みの日に突入したね、これ。職場の関係であれば、わざわざ休日まで連絡を取りたくないと思うはずです。基本はね。それでももし休日のプライベートな LINE やメールが増えてくるようなら、うん、それは男性に好意がある証拠かもしれませ、ねん,ん,うん。職場恋愛に発展する可能性があるサインです。なんかきっかけ作って連絡を取ると。九9個目。 ミスをさりげなくフォローしてくれる。ああ、これ気づかないかもな。例えば、先日提出した資料に不備があったので、私が修正しておきましたと言ってくれる女性。うん。気になる男性のミスを見つけたときに、すぐに個別のメールで指摘してくれる女性。個別ね。 直接その場で伝えると周りの人に聞こえてしまうため、うん、相手の立場を考えてメールで伝えるように配慮してるってわけですね。その姿勢は完全にも脈ありなんで、うん、自分のミスをさりげなくカバーしてくれる女性は間違いなく男性に惹かれております。あ、もうこれもサインだと。うん。いいじゃないですか。9個。あ、ね、全部紹介して。どうでしょう。うん。まあ、そうですね。うん、うん、うん。う まあそうですね何何9個紹介してもらってちょっとなんだかな納得いってないですかんだかなあと解散だからなんだかなあと解散だからちょっと一言じゃあいいですかはい「毎日毎日浮かれてリズミカル」意味が分かんないんだけどチキンさんが紹介してくれた見逃したらもったいない、うん、職場女性の惚れてるサインなんですけどうん 9個かな ?9 個ね,ね。9個。はいうん、うん。あれ、全部、男性は、心得てます。こ心得ているうん。というか、もう、全部、そう受け取ってます。どういうことですかまあ男ってね、もうみんな勘違い野郎なので、なんかあったらすぐに、あれ、俺に気があるのかなって思っちゃいます。僕が紹介したものが全く意外ではなくて、うんはい、男性全員が思ってることだそういうことです。そういうことです。そうですはい。そ<う>飲み会の席、たまたま一回隣になっただけで、あれ、もしかして俺のことってなりますし、うん リズニラインなんか来たらようやく来たか俺のモテ期とそれくらい男ってうぬぼれデカです長瀬智也さんの主演とかですね、うん、男はそれくらい職場だろうとなんだろうと女性をそういう目で見てますそうなんですかはいでは肝心の女性たちはですねどれくらい私たち男のことを異性として意識してくれてるんだろうかとそこ重要ですねうん、うん、私ターキーの愛読書でもあるキャンキャンさんからこんなアンケート紹介させていただきますキャンキャン愛読してるの40枚、うん のと男は ?20 代の働く女性100名を対象としたアンケートをもとにですね、うん、職場の人にふとときめいたことがありますかという質問したところですね、うん、ある34%ない66%ある34%ない66%、うん、ない人の方が倍くらいいるんですねそうなんですちょっと寂しい数字ですよねこれは、ね、寂しいですね,ね3割の女性が職場の人に少しの魅力を感じたことがあると ということなんですけども、うん、対して6割以上の女性は今までに職場でときめいた経験が一回もないということなんですよ。寂しいな。そうなんですよ。その理由としては、職場に好みのタイプがいないことや、あるいは恋愛と仕事をきっちりね、分けていると、セパレートしているということが考えられそうだということなんです。女性の方が講師混同しないと。あ、ごめんなさい、下ネタはちょっとやめていただいて。い下ネタ言ってないよ。うん、講師混同。うん ね、下ネタに聞こえちゃったらもうマッキーだよ、これ。女性はそこまで職場の男性を恋愛対象として意識していないと。うん、まずはこれを男性たち認識しないといけないですね。そういうことか。そして、職場の人にときめいたことあると回答した約3割の女性にですね、うん どんないいじゃないアンケートの回答がございます。その回答3つ紹介させていただきますね。いいね。まず1つ目が、助けてくれた時。男性が女性を助けてあげた時。はい。これ具体的には困ってる時に助けてくれた時とか、うん、重い荷物を運んでくれた時、高いところにあるものを取ってくれた時、うん、あとは失敗した時にフォローしてくれた時、<お>特別天然記念物時。最後関係ないね。だから男性 男性はは困っててる女性の同僚を見たら、うん、基本的には助けてあげましょうそれがいいわけですね。そうです。うん、続いて二つ目は、気遣い、優しさが見えた時。これ具体的にはですね、こんなアンケート、回答がございました。体調を気遣ってくれた時、うん、優しく声をかけてくれた時、うん、ラララライで一世風靡した芸人時、うん、最後、藤崎マーケットさん時だね。してあげた感を一 さえ出さないスマートな気遣いが女心を射抜くコツだということですね藤崎マーケットの時さんだねそしてもう一つが胸キュンしぐさですね胸キュンはい<お>これもアンケート回答具体的な女性の意見としてはですね、うん、まあ頭ポンポンとか腕まくりをした時<ー>ネクタイを緩めた瞬間などですね、まあ、ありますねはい時プレミアムアウトレット 無理やり入れなくていいのよ、うん、<っ>この頭ポンポンなんかはね、一歩間違えたらもうセクハラにもなりかねませんから、ね、かなりリスクもあるとは思うんですけども、腕をまくった時にね、こう、筋が気になるとか、うん、血管とかね、あ,るあとネクタイ緩めた時にチラッと見せる首筋なんかね、こういう、 ふとした、こう、男らしい体をね、見せたときに女性はドキドキしちゃうと、うん、なんていう意見もあったということですね。これもでも意識しすぎも良くないでしょうね。あそうですね。うん、まあ、とりあえず職場の女性には親切にしておいて、困ってるときは助けといて、うん、まあ、思いやりのある行動をしといて、まあ、肉体にちょっと自信がある人は、 まあ、あちら店を、まあ、狙いすぎずやってもいいのかなというのが、はい、私からです。お伝えしたかったと。はい、時、プレミアムアウトレット。じゃあ、結論お願いします。結論いきます。そもそも、ほとんどの女性は、職場にいる男性のことを恋愛対象として意識していません。まずは、恋愛対象として意識してもらうために、日々の積み重ねを大事にしましょう。毎日飲みに誘うことにします。 チャンネル登録お願いしますご質問ご相談ご要望何でもコメントくださいツイッターインスタグラムでも受け付けてますそれではさよなら